とりあえずこの状態になってますよね。穴がこう縦に向いてて、下からこう弦を今入れた状態なんですけど、で、穴より右の方に弦を巻いていきたいんですけど、このまま巻くと左に行っちゃうんで、こう薬指かなんかで少しこの、下の部分をこう押してあげて、巻きます。それでこう、こっちのですね、穴の右側に行くに、こうするとこっちに来ちゃうので、左に来ちゃうので、このじゃわかんない。薬指でちょっとギュッてこう押してあげると、開くときに穴より右側に弦が行くので、その押したまんまこう右にどん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 巻いていきます。もうここまで行くと止まるので、特にこう入れ込んだりこうしなくても止まってくれるので、ここまで来たらもうあとひたすらこう巻いていけばいいんですね。